札幌市南区の滝野すずらん丘陵公園で昨日から冬の営業が始まりました。雪不足のため開放するエリアを縮小してのスタートとなりました。札幌市南区の滝野すずらん丘陵公園では昨日から滝野スノーワールドとして冬の営業が始まりました。公園事務所によりますと、今年は雪不足で園内の積雪が10センチ程度しかないため、開放するエリアを縮小しての営業開始となりましたが、開園初日の昨日は多くの家族連れが訪れ、晴天の下、そり滑りなどを楽しみました。楽しかった。スピードが速かった。びっくりした。わかりました。滝野スノーワールドは入園無料で、来年3月末まで営業しています。